はい、はい、皆さんこんにちは。はい、ジャムステックの、広報を担当している豊福と言います。こんにちは。今日は海と地球を語るということで、今日の一冊、本の紹介を研究者にしてもらうという企画を始めたいなと思っています。まずはですね、第1回目海洋機能利用法の部門長の大越さんにおすすめの一冊をご紹介いただきます。大越さん、こんにちは。あ、こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、どうぞ。今日の、まあ、おすすめの一冊、僭越ながらですね、私自身の本を、ご紹介したいと思います。はい。本のタイトルは地球の履歴書、新潮選書から、出ております。はい。これ5年ぐらい前に出したんですけどね、3日ぐらい前にアマゾンの覗いたら地球科学部門でまだ1位トップベストセラーになってたんですね。5年も前、ということで、なんか売れてるんです。うん、はい。これはですね、実はまあ、5年ほど前に、さらに、まあ、6、7年前ですけれども、新潮から出ていった、本好きのための雑誌がありまして、はい、それに、まあ、連載を書いてたんですね。なるほど。で、それを、まあ、最終的に本としてまとめていただいたというわけです。で、中川、まあそういういきさつもあってですね、中川の8つの章に分かれていて、まあ独立したその8つの章が、で、なってるわけですね。で、まあちょっと、ご紹介しますと、例えば、第1章は、How deep is the ocean?、うん、第2章は、謎を解く鍵は海底に落ちていた、うん、第3章、海底が見える時代、うん、まあまあ、こんな感じでですね、一つ一つの章が、まあ、独立した、読み切りみたいな感じになってます。うん、まあ、海と地球を語る今日の一冊としては最適ですね。あ、ありがとうございます。で、まあ、そういうことで、まあ、研究者が書いた本って聞くと、まあ、皆さんちょっとね、惹かれる方も多いと思うんですけども、難しいんじゃないですかね。まあ、難しいことが書いてあるのかなっていうふうに思う人も多いんですけども、これは単なる読み物としても、読めると、うん、ですので、まあ、小説を読むとかノンフィクションを読むとか、まあ、そういう、つもりで読んでいただいても結構かなと思います。このあたりがあれですかね、やっぱアマゾンで5年経った今でも1位っていう、ちょっと驚くぐらいの売れ行きですよね。まあそうですね、なんでこんなに売れてるのか私もよくわからないんですが、ある書評サイトで非常に褒められてましてですね、まあ、そういう影響も大きいのかなと思ってます。ああ、なんかどんな風に褒められてたんですか。まあ、科学者が書いた本にしては、まあ、分かりやすいっていうのが、まあ、大概皆さんのおっしゃっていただいていることで。はい。どんなエピソードが書かれてるんですか。そうですね、まあ、例えばでいきますと、その5章は南極の不思議という、まあ、タイトルで書いてるんですけれども、まあ、南極はその地球科学をやっている者にとってはやっぱり重要なところでですね。で、一つはその、まあ、歴史的に言うとオゾンホールが発見されたのは南極ですし、あるいはアイスコアっていって氷床に、まあ、3キロぐらいの長さの、氷のコアを取ってきてですね、そこから、昔の気候変動を読み解くとかですね、うん、そういうことがやられている場所でもあるんですけれども、うん、まあ、そういったふうに研究されてるんですけれども、実は南極点に到達したのっていうのは、アムンゼンが最初に到達したのは100年ぐらい前だと、うん、で、それがですね、ちょうどイギリスのスコット隊とこう競い合ってこう南極点に到着するんですけれども、うん、
そういった、まあ、ドラマを少し、ドラマ仕立てが、ありまして、まあ、そういうところも、まあ、一生懸命、私としては一生懸命書いたというところですね。うん、そうですね。だから僕の印象では、やっぱ大越さんってその、いわゆるサイエンティストが書く文章だけというよりは、その文系の方が非常に好き、文系に限らないですね、大人が結構好きな、うん、その後ろに隠れてるドラマを一生懸命書かれるので、うん、そういうところが売れてるのか、受けるのかもしれない、ね、そうですね。まあ、大概、まあ、まず数式とか化学式書けば、その本は売れなくなりますから、まあ、そういうものは抜きにしてですね、なんでそもそもこういうものが研究の対象になっているのかっていう、まあ、そこには必ず背景があるので、そういうところら辺を、まあ、ノンフィクションとして、書いてみると、実は面白いんじゃないかなと思います。で、別にこれは読む相手としては、読んでほしい人としては、うん、まあ、大人だけじゃなくて大学生とか、うん、これから海とか地球の研究をしてみたいなっていう若者も対象に入りますね。もちろんそうですね。こっち書くときは、まあ、本好きの人が、読んで面白いように書いてくださいっていうふうに言われているので、まあ、言ってみれば中学生から、そういう、まあ、大学生でこれから研究者になりたいと思ってる人まで、まあ、幅広く、抑えているというふうに、まあ、そういうつもりで書いてますね。今僕遮っちゃったんですけど、何か言いかけてました？何言おうと思ってたか、よく覚えてないけど、なんだっけかな。何か言おうとしてた。ズームでやるとなかなか難しいところもありますから。そうやね。言い忘れたことはまた思い出したら次回の時に言ってください。そうですね。はい。今日は忙しいところ、テレワーク中ということで。いえいえ。まあ、なかなかね。テレワーク中だからこそできるのが、まあ、こういう書評であり。まあ、一般の人に向けてこうアピールする、はい、まあ家で、働いてる人、家でごろんとしてる人、いろんな人がいると思いますけれども、ぜひ、まあ、地球の履歴書手に取っていただいて読んでいただけると、幸いです、ね。はい、今日は大越さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。